自由精神とは哲学用語の一つ。これはフリードリヒ・ニーチェによって提唱された言葉であり、人間的な、あまりに人間的なで述べられていた。自由精神というのは簡潔に言えば、自分自身を確実に所有するに至った自由になった精神ということである。ニーチェは自己を解雇して、病気や孤立などのただ中にいる時に上機嫌を保つために、 友達がいないことの保証として、自由精神という勇敢な仲間の幻と共に、喋ったり笑ったりして過ごしていたとのこと。このことからニーチェは何者にもとらわれない漂白者として、自らの影のみを友として自由な会話を重ね続けることで、既存の権威や偏見などというものは、低劣な人間の欲望に過ぎないということを見抜いて、生き、これらからの解放を成し得ることができた。ここから、 自由精神というものの立場が成立した。こうした自由な見地に立つためには、人間は孤高の赤量に耐え抜くということを覚悟しなければならない。そこは安易な生まではなく、因酒に囚われている事故を彫刻して、本来の事故へと帰還していくという困難極まる道である。そこでは、世間からの不敬や非難というのは条例であり、賞賛というのは少しも期待することはできない。 そして他人から称賛されているうちは他人の軌道に乗っているに過ぎないと常に信じるべきであるとニーチェは言った。ありがとうございます。